それいけ、アンパンマンのドキンちゃんの声などで知られる、声優の鶴ひろみさんが、16日夜、首都高速上の車内で、意識不明の状態で見つかり、死亡していたことが分かった。警視庁が死因などを調べている、捜査関係者によると、16日午後7時半ごろ、東京、中央区の首都高速都心環状線で、ハザードをつけたまま停車している車が見つかった。 運転席に声優の鶴ひろ美さんがシートベルトをつけたまま意識不明の状態で座っており、病院に搬送されたが、死亡が確認された。事故の形跡はなく、警視庁は病死の可能性があるとみて調べている。鶴さんは、それいけ、アンパンマンのドキンちゃんや、ドラゴンボールシリーズのブルマなどの声優として知られている。